オーストラリア人女性の脳から見つかったのは、体長およそ8センチ、ミミズのような形をした生きた寄生虫でした。I dissected around the abnormal area that you could see on the scan. I thought, gosh, that feels funny. I was able to really feel something separate. I took my tweezers or my tumor holding forceps and I pulled it out and I thought, gosh, what is that? It's moving. Take it out of my hands. And we put it in a path pot.体長およそ8センチ、くねくねとミミズのような見た目をした生物。これは60代のオーストラリア人女性の脳から摘出されたものです。CNN などによりますと、この女性はおととし1月、3週間にわたって腹痛や下痢に悩まされ、数ヶ月後には物忘れやうつ病の症状を訴えました。その後、MRI で検査したところ、脳に異常が発見されたため、手術が執り行われました。専門家によりますと、今回摘出されたのは、ニシキヘビからよく見つかる寄生虫だということです。ニシキヘビの排泄物に紛れ込んだ寄生虫が草に付着し、女性がそれを間接的に体内に取り込んだ可能性があると指摘されています。